笹目橋笹目橋は、東京都板橋区高島平と埼玉県、戸田市定外の間で荒川を呼び、新加岸側に架かる、国道17号新大宮バイパスを呼び、都県道68号練馬川口線の上り線の橋と下り線の橋と、それらの間にある、首都高速5号池袋線の橋の、計3本の密接する橋の名称である、 橋の途中、板橋区新河岸の区域と、わずかに、和光重新倉の地域にかかる。笹目橋、笹目橋上流側から新大宮バイパス折り、首都高速5号池袋線、新大宮バイパス上りの3本の橋が並んでかかって、降り、春光年が、最も古い下り線の橋のみ一段低くなっている。全長はいずれも621.7メートルで、 荒川河口からの距離は約 28.8km。歩道はいずれも国道17号の橋に設置されており、上り線の橋は下流側、下り線の橋は上流側に設置されている。上り線の橋の歩道は荒川の堤防の天場を通る道路に接続されている。アプローチ区間は首都高速を除き、両岸側とも地区定となっている。また、災害時に、 防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の特定緊急輸送道路や埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。首都高速開通まで首都高速用に建設された中央の橋は暫定的に新大宮バイパスとして使用されていた時期がある。橋の名前は旧笹目村に由来する。押切橋の上流付近より続く。 荒川中流域に分布する広大な河川区域は、この橋の上流側までで、この橋より、下流側は、強作な河川時期となる。その上流側の河川区域は、荒川第一調節地があり、荒川近郊緑地保全区域に指定されている。また、橋のある場所は荒川は1971年度より、新菓市川は1969年より、埼玉県が、 水質測定を行う地点の一つに加えられている。また、この橋を境に、上流側は荒川上流河川事務所、下流側は荒川下流河川事務所の管轄となっている。定内地は、物流の拠点で、倉庫が、数多く立地する、市街地となっている。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震で発生した津波が、 暴走半島を回り込んで、東京湾に入り込み、荒川など、東京湾に注ぐ川を遡上し、笹目橋では50センチメートルの津波が観測され、荒川を遡上した津波は、最終的に、埼玉県四季市の秋ヶ瀬取水石にぶつかって止まった。ありがとうございます。